なんかみんな皆さん紫のなんか バスローブっていうか、なんていうの、ポンチョというか着てるから、なんかハリーポッターの魔法学校来たみたい。チャース、トトです。僕は今ですね、クアラルンプール駅近くにおります。で、今回は行くところはですね、マスジッド・ネガラという、国立のモスクになります。で、こちらは、イスラム教のモスクになるんですけども、今からね、そちらの方へ行って、イスラム教のモスクを堪能していきたいなと思います。このマスジッド・ネガラは国立モスクになっていて、マレーシアでも国内最大級のモスクになっているみたいです。なので早速ね、そちらのイスラム教のモスクに行きたいなと思います。それではレッツゴー。はい、こちらが入り口です。多分ね、靴脱いであそこのね、紫のバスローブみたいなやつを多分着なきゃいけないんだと思います。こちらのね、QR コードを読み込んでマイセジャテラでチェックインをしなきゃいけないみたいです。 Sorry, this, what's this? A number of visitors you want.It's okay? で、ここで靴を脱ぐんですけど、多分ね、これ靴下も脱ぐっぽいね。わかんない、みんなサンダルで来てるからあれなんだけど、まあ、一人ここで靴脱いでるんで、靴下も脱いでるんで、僕も脱ぎたいなと思います。で、従来ですね、ここでバスローブみたいなのを借りてるんですけど、女性と男性のショートパンツかなが、なんか着なきゃいけないみたいで、僕のこの格好は OK って言われました。なんで僕はこのまま上がりたいと思います。レッツゴー。裸足は気持ちいいな。はい、早速上がってきましたが、この床と上が白いんですけど、すごいなんかおしゃれ。え、モスクってこんなおしゃれなの？なんかね、一応ここのね、モスクは、まあ、今この辺とかにも見えてるんだけど、結構多角形というか幾何学模様が用いられてます。でもなんか見るからに広そうだな。なんかここはね、青と白、水色を基調としているモスクみたいです。なんかみんな皆さん紫のなんか バスローブっていうか、なんていうの、ポンチョというか着てるから、なんかハリーポッターの魔法学校来たみたい。こちらの時計なんですけど、こちらの時刻が全く読めません。こちらは多分イスラム文字、アラビア文字なのかな、で書かれてます。全く読むことができません。で、ちなみに、そう、ここはね、クアラルンプール駅から5分10分歩いた場所にあります。まあ、グラブで来た方がいいかもしれないですけどね。あのクアラルンプール駅から若干こうなんか入り組んだ道路を渡ってこなきゃいけないので、その辺が面倒くさいですね。なんかおしゃれですね。この幾何学模様の壁が反射して白い床に光り輝いております。それでは、今からめちゃくちゃ美しい礼拝堂をご覧ください。こちらです。
やばい、美しい。ここのステンドガラス、青色の三角形、直線がすごい鮮やかですね。美しい。でもこれはさ、参拝してる方がいる前でちょっとあれだけど、めちゃくちゃゴージャスかつ美しいしか出てこないよね。息飲むわ。これはいやー、ちょっとさ、まあそのね、モスクとかイスラム系そんな知識があるわけじゃないけど、美しい見とれるわ。もういや、これはね、ちょっとこういうね、なんか建物とか文化系、あとは美術館とかもそうだけど、あんまり正直ね、見てこなかったけど、まあ、見るべきだね。はい、皆さんね、ウェットティッシュは一応持ってきた方がいいかもしれないです。まあ、裸足でね、上がるんですけど、一応ね、多分結構それなりに汚れてると思うんで、ウェットティッシュは持ってきましょう。ちなみに、どうやら靴下は履きっぱでいいみたいです。はい。他の方はどんどん靴下で上がっております。なので、靴下で上がるか、裸足で上がるかは、皆さん、お任せいたします。ただいずれにせよ靴下も足の裏。はい、ということで今回はこちらの国立モスクマスジットネガラをお届けいたしました。まあ、ここはね、クアラルンプール駅とか、それこそ KL セントラルからもうかなり近い場所にあるので、めちゃくちゃ、観光としては行きやすい場所になってます。で、正直僕もね、そんなその宗教とかイスラム教とかそういう、他国の、まあ、なんでしょうね、文化っていうものに対してあんまり今までね触れてこなかったですけど、まあ、今回初めてこうやってお邪魔させていただいて、まあ、イスラム教っていうものに対して、まあ、少なからずね、なんかモスクってこういうものなんだとかっていうのがちょっと知れただけでも僕は良かったかなと思いました。で、あともう礼拝堂っていうんですかね、マジ綺麗、美しい。曲線美と多角形がもう鮮やかに彩られた、あれはちょっとね、息を飲みましたわ、さすがに。うん、まあ、中までね、正直入ることできないんですよ。イスラム教とか、ムスリムの方なのかな、まあ、ちょっとそこで詳しく分かんないんであれなんですけど、まあ、そのイスラム教系の宗教信仰している方しか中には入れないので外からしか撮れないんですけど、それでもかなり見る価値あります。なのでぜひね、皆さんクアラルンプール来られた際は、ぜひ一度訪れてみてください。まあ、料金の方も無料なので、気軽に入れるかと思います。ただ、曜日によってあと、入れる時間が限られているので、一応概要欄もしくはここにテロップで出しておきますが、一応皆さんが行かれるタイミングの、まあ、最新の情報は適宜、ご確認いただきたいなと思います。
といったところで今回の Vlog はここで終わりたいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。